どうも、大之助です。突然なんですけど、皆さん、あの、物心つく前の記憶ってありますか ?3 歳児ぐらいとか、3歳児から5歳児ぐらいまでの記憶とか。もう、ノスケほとんど覚えてないんですけど、昔のアルバムとか、まあ、うっすらと覚えてる中で、おもちゃとか、ぬいぐるみ、特にあの、ポケモンのゼニガメ、俺めっちゃ好きだったんですよね。<laughs> <laughs> でも何の話したいかって、僕の,あの昔の話をしたいなっていうだけの話なんですけど、まあ、三つ子の魂100までとはよく言ったものであ、まあ、いや別に今も、そのなんか、銭亀のぬいぐるみを五章大事に抱えて生活しているわけではないんですけど、あの、小学校、小学校1年生の時の将来の夢がカメックスだったんですよね、俺 <laughs>。あの。 ゼニガメが好きだったからっていうのと、ゼニガメの最終進化系の、なんか、カメックスになんか強い憧れを抱いていたっていうのがあって、俺なんか小学生1年生の頃の将来の夢なんかあのクラスでなんかあの、教室のあの一番後ろとかになんか書いたりとかするじゃないですかとか、なんか卒業アルバムとかで将来の夢とか書くじゃないですかの、何かしらの記録のやつに、俺、将来の夢カメックスって書いてて、それなんかあの <laughs>、たまにいじられたりとかするんですよね、友達に。 でまあ、あの他の男の子と類に漏れずそのなんかプラレールとかそういうおもちゃ系だったりとかぬいぐるみ好きな,なんか男の子の友達あんまりいなかったような気がするんですけどめっちゃ好きだったんですよね、まあその3まあ、小学校に入る前ぐらいとかね。<laughs> で ま、別に、うちんくはそんな特別裕福ってわけでもないんですけど、あの、たまには、そのなんか、2、三ま、二年に1回ぐらいは、ま、兄貴と、あの、両親と4人でどっか旅行行ったりとかしてたんですよね。の、の時に、まあ、日本、日本国内なんですけど、の時に、そのなんか、自分のちっちゃいリュックの中に、その、これでもかっていうぐらいなんかぬいぐるみ詰めたりとか、あの、母親のバッグの中に、プラレール <laughs> とか、あの、トミカのあの、なんか、あの、チョロッキュみたいなやつあるじゃないですか、みたいなおもちゃをね、なんか、めちゃくちゃ詰め、詰めてたらしいんですよね。僕は記憶にないんですけど、 で、あの、まあ、なんか母親も、なんかバッグやけに重いなっていう風に思って開けてみたら、なんかそこの方に大量にそのトミカのおもちゃを詰められてたみたいなことがあったらしくて、あの、まあ、あの、ちっちゃいの頃の大之助が親の目を盗んで、あの、母親のバッグの中にいっぱいそのおもちゃを、あの、旅行先でも遊べるように入れてたらしいん、らしいんですよね <laughs>。で、自分のリュック、自分のリュックに入れろって話なんですけど、自分のリュックにはそのゼニガメだったりとかいろんなぬいぐるみをもううぎゅう詰めに入れてるから、あの <laughs>、 もう、もう僕のリックはパンパンですと。で、重たくて硬い、あの、トミカの、なんかおもちゃとかは、全部あの、母親のバッグの中に入れてるっていうようなね。なかなか <laughs>、なかなかね、なんか破天荒なことしてたみたいなんですよね。 でなんかちっちゃい頃またちょっと別の話なんですけどちっちゃい頃の大之助は、まあ、今もなんですけど俺チーズめっちゃ好きなんですよね切れてるチーズとかあるじゃないですかなんかまあ、友達ので牛乳アレルギーの友達とか、まあ、いるんですけど僕はその乳製品がすごい好きでヨーグルトも好きだし牛乳も好きだしチー,ムチーズもめっちゃ好きなんですよねで切れてるチーズをねもう本当によう食べてたんですよあのよく食べてたんですよで今もたまに食べたくなるしね であの、まあ、多分3歳児ぐらいの頃なんですけどなんか親から聞かされた話だとそのあの車の,あの、まあ、後部座席あるじゃないですかこ後部あのというか,あのふあのなんか前席前の,その助手席と運転席あるじゃないですか。その後ろに あの後,後部席座席から見てそのなんか前の席のなんか後ろ側にいろんなものを入れるネットというかシートみたいなところスペースがあるじゃないですかそこの中に僕なんかあの切れてるチーズをなんか食べて。 えとなんか一部をちょっとその中になんか保管してたみたいなんですよねとか車のあちこちになんか保管してたみたいなやですよねであのなんか <laughs> 家族の目を盗んでそれをなんか引っ張り出して食べてたみたいなんですよでまあ皆さんご想像の通りってか僕も話聞いてて思ったんですけどあのまあ汚い,汚いじゃないですか <laughs> そんなそのいつ置いたかわからないようなチーズを取り出して食うなとであの親が気付いた時にはもうカビだらけのチーズを食おうとしてたらしくてもう自家製であの僕はなんか自前であの <laughs> カビ付きのブルーチーズを作ってたみたいで <laughs> いやな,なんだろうな大之助その今でもその食欲がすごくていやまあなんか睡眠欲も性欲も旺盛なんですけど食欲もそのなんか実写版星のカービィって揶揄されるぐらいなんか言われるぐらいなんかすごい僕食べるんですよねなんか見た目はそんなになんか割と細い方なんですけど。 まあ小学生時代は太ってたっていうのはあるんですけどとはいえ大之助ちょっと自分の食欲がすごい自覚はあって「まあ、鬼滅の刃」の煉獄さんみたいに何でもうまいうまいっていうふうにでかい声出しながら結構食っちゃうんですよね。 で、まあ、やっぱり、三つ子の魂100までというか、その、食い地が昔からあったんだなと、誰にもバレないように、なんか自分の好きな好物を隠してこっそり食ってたっていう、あの、話をね、まあ、たまに、その、実家帰った時とかに、まあ、まあ、家族の思い出話とかしてたら、あの、大のすはそんなやつだったよって、あの、そんなことしてたよっていうような話とか聞いて、えー、マジでって、<laughs> めちゃくちゃおもろいやんっていうような話とかをね、ちょっと親としてするんですよね。 やっぱり子供っていうのは、まあ、あの、幼い頃からそんな、い、一回も夜泣きをしないとか、叫ばないとか、わがまま言わないなんて子供はいないから、好奇心旺盛でいろんなことに挑戦して失敗しまくって、あの、みんなちょっとずつ成長していくじゃないですか。で、大之助も、ルイに漏れず、<laughs> ま、ルに漏れず、ま、ルイから漏れてるのかもしれないですけど、あの、 まあまあなんかね、自由気ままに自分の、自分の私利私欲を満たして自分のおもちゃを人のバックに、親のバックに詰め込んだりとか、自分の大好きなチーズを、そのなんか親の目を盗んでいろんな車の後部座席とかに保管してたりとか、まあなんか面白い人間だったなっていうのをね、改めて感じましたという話でした。皆さんもぜひ、あの皆さんは幼少期の頃どんな奇征なあのエピソードを持ってたのかっていうのをぜひコメント欄で教えてくれたら嬉しいなっていうふうに思います。ということで今回は以上。